両使命の治癒、刮目してみるがいい。そうか、はっ、せい。おお、両粗暴な戦をする将であったが、努力して学を身につける。やがて治癒を兼ね備えた将へと成長を遂げた。そして高祖との戦に際し一軍を任される。呂蒙は癖のある新参の者たちを束ね、戦いに臨もうとしていた。新参の者たちの様子はど、孫策が言った。加工攻めか。しかしまさか俺が一軍を預かる身となるとは。いや、任された以上将として戦うのみよ。だがあの連中が素直に俺に従うだろうか。全く頭が痛い。とにかくまずは周隊と合流するとしよう。刮目せよ、実難すべてを打ち果たさん。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
全員両党じゃない。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。全てを打ち果たさん。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。私たちで要所を抑える、はい、行くぞ。成功する者には容赦するな。さあ行きましょう。私たちで要所を落とすわよ。だろうと負けられん。ここらで引いとくか。野郎ども、ずらから準備だ。ちこいつら思っていたよりやりやがるぞ。殿、急敵コースを打ち、孫悟の明日を切り開く。皆力を貸してくれ。敵は撃った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。
主治孫。しかして孫賢殿、この者の初段曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を出したいところです。それには曹操を一度退けねばなりませんね。ここまで巻き返すのはね。なかなか厳しい状況だ。ならばこの芝中達にお任せを。我が力をお見せしましょう。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。背水の陣とはまさしくこのことだろ。こう焦っても良いことはないわ。これはまずい。何かいい手を考えないとな。敵将討ち取ったり。勝たる者は勝っておごらず。切り捨てるのみ。曹操様の邪魔はさせねえだよ。おいらが相手だぞ。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取ったり。発目せよ。腹減ったから今日はここまでだ。敵将討ち取ったり。勝敗は陛下の常。またお相手願おう。すべてを打ち果たさん。引かねばならんか。だが我が波動はまだ消えたわけではない。
欲を抗う者よ、それはわしの歩みを止めることはできぬぞ。どうにか曹操の進行を食い止めたか。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。全てを打ち果たさん。曹操とどう相対するか、戦後にとって最善の道を探らねば。やった。曹操、降伏し、殿が迷われるのもよくわかる。ねえ、俺の頭は何も詰まっておらんのか。何か秘策があれば殿に進言できるものを。殿、周囲曹操相手の大戦、決して負けるわけにはいかん。この両使命、持てる全てを尽くして戦おう。この戦、両党と関寧の働きが鍵になるか。孫後の時代を担うあいつらに期待するとしよう。でね、劉備に利用されているようで気に食わんな。いや、しるもの、ただなすべきをなすのみか。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。全てを打ち果たさん。おのれ、これで勝ったと思うなよ。敵将、この闘志を見よう。おお、お前の戦、並大抵ではないな。我が闘志を見よう。兄者のため、必ずや生きてこの地を脱出せん。しかも耕えることになるとは。兄者、申し訳ござらぬ。全てを打ち果たさん。ついに追い詰めたか。関羽、神妙にせよ。皆、
なんだ、おっさんじゃねえか。どこ行ってたんだよ。今回の勝利の立役者だろ。戦勝の祝宴にか関羽を倒し慶州を取り戻した。これで天下への足場。ああ、ここまで長い道のりだった。周遊殿が龍毛殿、まさか。ああ、そうだ。どうやら俺も病で倒れる運命らしい。今回の戦が俺の最後の務めだったのだ。感謝しているぞ、関羽、両刀。お前たちがいたからこそここまで来られたのだ。何言ってんですか。俺たちこそ両毛殿がいたから。両刀、お前は治癒に優れ目端が利く。だが他人を頼ることを知らん。時には仲間を信じて頼れ。亡き両宗殿のように。両毛殿。関羽、お前は腕が立つ。だが周りに理解されんこともあるだろう。時には虚心で仲間と語り合え。そうすれば皆もお前の進化を知るはずだ。やめろよ、おっさん。遺言みたいなこと言ってんじゃねえぜ。いいな、お前たち似た者同士、互いに支え合え。それと一つ言っておく。俺はおっさんではない。両毛は繁盛の戦いを制し軍神関羽を討った。間もなく乱世の勧誘曹操も世を去る。三国鼎立の時代は新しい段階へと進み始めた。そんな中、両毛は繁盛の戦後処理に奔走する。軍神を倒し念願の慶州も得た。孫後の両毛の未来は明るいはずだった。両毛、大丈夫か。ああ、これはお見苦しいところ。勝利を祝う酒が過ぎたか、はたまた日頃の不摂生がたたったか。ですがご心配は無用です。繁盛の戦後処理と若手の育成、そして自身の治癒の研鑽と、倒れている暇もありませんから。そうか、くれぐれも無理はするなよ。お前に何かあっては今の孫悟は立ち行かぬ。それについてもご心配は無用です。あなたの教えてくださった治癒の研鑽は俺のような凡人も成長させてくれました。かつて俺が周遊殿、ロシク殿の役割を継いだように、いずれやはりお前はいずれ陸遜修繕のような才もあり、努力も怠らぬ俊英が孫悟を担っていくでしょう。それ以上言葉を重ねなくともよい。お前の思い十分すぎるほど伝わった。我が思い確かにお伝えしましたぞ。さあ参りましょう。無駄な時間は一時もないのです。